ラナはノルウェーのヌールラン県にある自治体、ヘルゲラン地域に属するラーナとも表記される。人口は県内で2番目に多く、同国北部でも3番目に多い。また、フィンマルク県以南の自治体では最も広い面積を有し、そのほとんどを産地と森の広がる谷間が占めている。行政の中心地はノルウェー国立博物館のあるモーイラーナ。 ラナは付近を流れるラネルバ川にちなみ名付けられた。ラネルバ川は、早いという意味のラスアがその語源とされる。1965年3月5日に国王の承認を得た現在の紋章には森を表す緑と鉱物を表す黄色が描かれている。鉱物の黄色は、この地で鉄鉱石などの鉱物が多く産出されることにちなんだ。 もっとも、この紋章はもともともの紋章として1960年4月29日に国王の承認を得ていた。西部のヌールショーナフィヨルド北極圏の境界となる北緯66度66分線からわずかに南に外れたラーナは国内で2番目に大きな氷河のスバルティセン氷河とサルトフィレット山の南側に位置する。北極圏内ではないにしろ。 5月中旬から8月上旬にかけて空が暗くなることはなく、6月上旬から1ヶ月間は完全に太陽が沈まない白夜となる。自治体域の一部はサルトフィレットイコールスバ国立公園に指定されており、多くの雄大な渓谷がある。住民の大多数はラネルバ川川口に築かれたモーイラーナに集中しており、その北部セルファーズ地区には、 欧州ルート E6 号線が通っている。ラーナやサルトフィレットは多数の石灰岩の洞窟で知られる。自治体域内には多くの自然保護区が設けられている。例えば、アルテルハウグにはニレなどの温帯植物が多数自生している。また、ラナ川川口の沿岸支援には春、多くの鳥が飛来する。ブラッコ渓谷には大いた頭皮の森が広がる。 石灰を多く含んだ土壌が広がるフィスクチョルナの森では非常に豊かな植物章が見られる。定地、産地にかかわらず多くの湖がある。ヌールイコールラナ、ソウルラナの全域とネスナの一部が1964年に合併し、ラナ自治体は誕生した。ラナ博物館かつてのラナの自治体は1839年にヌールイコールラナとソウルラナの二つに分かれた。 1844年、ヌールイコールラナはモニ、ソウルラナはヘムネスに改称した。1923年1月1日、モムラガモの農村地帯から分離し、町と自治体を宣言した。その時、農村地帯はヌールイコールラナに名称を戻した。1964年1月1日、モマチはヌールイコールラナと合併し、新地名はシンプルにラナと決まった。 県内に芸術家たちを呼び込もうと始まった国際的なアートプロジェクトアートスケープヌールランの一環として、ラナにはイギリスのアントニー・ゴームリーが1995年に制作したハブマネンという作品がある。この作品にちなみ、毎年5月の第1週末にはハブマンの日という祭りが催される。また、ラナでは毎年 美化祭りというポップとロック音楽の祭りが行われる。域内には、ヌールラン劇場という地域のドラマシアターや、ヌールラン県立図書館、ノルウェー国立図書館がある。ありがとうございます。